ワーテルローの戦い、デラウェア川を渡る、ワシントン戦争側、戦争題材として描かれた戦争記録絵画。ナポレオン戦争など、軍の宣伝や戦意綱用に利用された作品を指すことが多い。戦闘場面や、戦士の出生や外戦、戦時下の市民生活など、戦争の諸場面が描かれた有名なものに、平家、物語絵巻、宮本三郎の山下。 パーシバル両司令官会見図、ピカソのゲルニカ、戦後のものでは、マルキ入り、マルキッシュの原爆の図、沖縄戦の図など、田中久夫の分類によると戦争画とは、次の4つに分類できるという。1937年の日中戦争勃発後、1938年4月には、シナジ編海軍従軍がカスケッチ展が開催。同年6月には、 陸軍省が第二本陸軍従軍画家協会を結成、陸海軍省は戦地へ従軍画家を派遣する。現地部隊と共に行動する従軍画家には、鶴田五郎、小磯良平、藤田次ぐ宮本三郎、中村健一、寺崎工業、小早川修成、山田新一ら多くの画家がいた。同年7月、品樹編勃発1周年記念陸軍。 従軍画家スケッチ展が開催される。1939年4月には陸軍美術協会が創立。同年7月には第1回聖戦美術展が開催。主催は朝日新聞で以下の展覧会でも運営面に深く関わり、画家たちにも支援を惜しまず戦争美術を牽引する大きな原動力となった。1940年5月には 紀元2600年記念日本文化支店。紀元2600年記念海鮮美術展が開催。同10月、紀元2600年宝宿美術展が開催。1941年7月には、第2回聖戦美術展が開催。同年9月、第1回航空美術展。開催1942年1月には、大東亜戦争美術展覧会が開催。同年9月、 大東亜共栄圏美術展が開催。同年12月、大東亜戦争美術展が開催。1943年5月には第二本美術報告会が横山大館を会長として創立。同年12月、第2回大東亜戦争美術展が開催。1944年10月には戦時特別美術展が開催。1945年4月には、 戦争記録画展が開催。これら作戦記録画を目玉に据える各種戦争美術展の入場者数は太平洋戦争下の最盛期において観点の10倍に達したとも言われる。戦後、1946年に g h q に1 5 3点の戦争記録画が接収されアメリカに運ばれたが1970年に日本に無期限対応という形で返還され、 現在東京国立近代美術館に保管されている。これまで部分的には公開されたことがあり、近代美術館の所蔵作品展に毎回数点展示される。また接収されなかった作品は各地の美術館や個人が所蔵している。相田誠がこれらの作品から触発された、戦争がリターンズという作品シリーズを発表している。ありがとうございます。